吉野間グッズ。あ、あれ？実筆？さあ、今年もやってまいりました。健康診断なんだけど、ちょっとこの1年サボってたからやばいかもしれんな。食生活がまず乱れてた。野菜全然食べてない。で、寝る時間もちょっとこうまちまちになっちゃってたのと、運動もしてないと。これでもし、なんか、去年のままだったら、俺は逆にもう、あ、俺頑丈だから大丈夫なんだなって思っちゃうぐらいにはひどかったで、今年は。1年前はね、ほとんど A だったのかな。確か1個か2個 B があるだけで、ほとんど A でもう健康中の健康、フル健康だったんだけど、それなんでかっていうと、一昨年に、なんだっけな、コレステロールかなんだかが C で、しかも脂質異常症っていう病気だったんだよね。それ何かっていうと、まあ脂質を取りすぎ、甘いもの、塩辛いもの取りすぎ。で、脳梗塞とか、動脈硬化だっけとかになりやすいから気をつけてくださいねっていうものなんだけど、それを見て、うわ、ちょっとやばいなと思って、さすがにもう23とか4とかなってるとこうなっちゃうんだってことで、かなり改善したんだよね。そっから水生活も始めたんだよ。今もね、水生活は始めてるんだけど、始めてるじゃない、続けてるんだけど、やっぱ水だけじゃなくて甘いものも今年はいっぱい取ってるね。で、そっから水生活を始め、野菜もその1年は取り、寝る時間もほぼ固定で、まあそれ、だから持ち直したんだよね。だから、まあそれをまた崩したからもうダメだろうなっていう。はい、では、まあ手っ取り早くちょっと見ちゃいます。あ、これ2枚ある。あー、過去一ひどいわ。まずはこの辺の身長とか体重とかだね。まあ、ここら辺は大丈夫で、目も C なんだけど、ここはまあ、あれだから、コンタクトでどうにでもなるから、まあ別に C でもいいですよと。問題こっちなんだよね。ALT ってやつが B。まあこれは B ならまだ全然、正直問題ないレベルだからいいんだけど、これ、尿鮮血 C と、これ調べたら、どうやらなんか尿に含まれてる血の量らしいんだけど、それがまあ多いんだろうね、C ってことは。ちなみに関係あるかどうかわかんないんだけど、さっき血便出たんだよ、あのうんちの方ね。俺の下半身ガタきちゃった。で、次はここだ。LDL コレステロール C。で、161。これはまあ平均の倍ぐらいの数値なのかな。いやー、叩き出したね。多分一昨年もここ C だった気するわ。どうしてもやっぱ醤油とかがとにかく好きなんだよね。寿司好き、醤油好きだから、もうどうしようもないね。逆にさ、去年中性脂肪が167だったのに今年は118になってるっていう、なんかよくわかんないね。ここら辺ってなんかね、なんとなく比例するイメージない。全然そういうことじゃないんだな。で、最後に先生からの指示事項が、強度じゃねえよ。なんだ強度って。軽度の尿鮮血を認めます。1年後に経過観察してください。脂質異常症を認めます。1年後に経過観察してください。また脂質異常症かよ。もう、いや、大概にせよ。ふざけんな、もう大概にせよ、マジで、このゲームは。あと、おもろいのがさ、3ヶ月前にこれやったんだよね。で、その時の体重55キロなんだけど、3ヶ月後の今、俺50キロなんだよね。やばくない？なんかね、まあ、目に見えて足とか手がなんか細くなったなーと思ってたんだよね。そしたらなんか普通の食生活、まあ成人男性が食う分は食ってると思うんだけど、3ヶ月でマイナス5キロも落ちてるっていう。ダイエットなんてしてないよ、もちろん。55キロぐらいがちょうどいいからね、俺の身長的に164。いやー、やばいなー。本当にいろいろ気をつけていかないと。
ポロッといっちゃいそうで怖いね。人間怖っ。いやー面白いね。なんかこういう自分の体のさ数値データを見るのってめっちゃ面白くない？毎年すごい楽しみにしてんだよね。絶対やった方がいいよ。まあ単純に面白いってのもあるけど、やっぱ自分の体のどこが悪いとか簡単にわかるじゃん。本当は人間ドックの方がいいんだけどね。あとこのね LDL コレステロールの値が高いな、多分遺伝なんだよね。俺ちっちゃい頃もすごい高かったんで、確かこういうのやった時に。まあだから親父が悪いと。親父しかも脳梗塞を起こしてるのに、脳梗塞を起こしてぶっ倒れて、医者からあんまりこう飯を食いすぎるなって言われてるのにバクバク食ってるから、あーもう死ぬなと思ってるんだけど。ね、あのそういう反面教師がいるから俺はちょっとねこう健康に過ごしたいね。なんだろう、じいちゃんもさもう84超えてもう危ないじゃん。もうガンありそうみたいな感じなのにさ、人間の子いくら進めても絶対行かないの。マジで反面教師だわ。俺はもうそうはならん。このね、じいちゃんと親父を反面教師にして、俺はこれから健康的にね生きていきたいと思います。さらば。